みなさんこんにちは銀幕にポップコーン,コーン今回はオスカー直前ということでアカデミー賞の予想をしたいと思いますメンバーは私じかたとダニエルです今井ですはい。もうオスカー本当来週なんですよこの動画が公開される頃には,、うん、頃にはえっと月日本時間の2月10日にアカデミー賞の受賞式が行われるということなので、うん、今回は予想をしていきたいと思います,す、ねはい、これゲームです あの我々の中の誰が一番多くのカテゴリーを当てられるかっていうはいそして我々の中だけじゃないでしょうねそうですねその話も後々します <laughs>、はい、えとまずルール説明しますとアカデミー賞全部で24部門なんですけど、うん、今回は全部じゃなくて、えー、次の4部門除く20部門で、えー、当てたいと思いますその例外となるのがドキュメンタリー映画賞短編アニメ賞短編ドキュメンタリー賞短編映画実写賞 はい、このやつはね、ちょっともうさっぱりわからないので、<laughs> 短編映画実写ショー、短編映画のえっ、ー、と短編のアニメと短編の実写映画。でドキュメンタリーはまた別にあるんだ。ドキュメンタリーもあるんですけど、ね、今回のえっ、ー、とこのゲームの中にはその部門を含まない20部門で競いたいと思います。1> はい、で1問 1>,、はい、1部門当てると1ポイントなので20点満点のうち誰が一番高いスコアを出せるか。うん、<laughs> はい。で我々3人。 でやる試合はですね一番ポイントが高かった人がまあ勝者となるんですが勝者は残りの二人に好きな映画を一本見,せせ見させることができる <laughs>、はい、<laughs> どんな映画でも優しい罰ゲームですよねその辺はねあの人間性が出ると思いますけど俺サタンだンゴ二人に見せますよそうすっごいつまんない映画見せる、まあうん、サタンだんゴはつまんなくないですね<い>すっごい長い長映画 見せることもできますしつまない映画はわざわざ見てもらうとは思わないですね。これがこれが面白いから見てねっていう意味でやるかもしれない、うん、っていう感じのゲームで。で <Okay. S 1>、えー、先ほども言いましたがあの視聴者の方々も参加できます今回のゲーム。うん、えっとですねあの動画の概要のところに投票フォームを入れておくのでそこから投票していただけます。でですねこちらはあの一番ポイントが高かった方。 えー、複数いた場合は抽選で1名に、えー、2月か3月公開の映画のムービーチケを1枚プレゼント。いたします。その人たちは映画見させられることできないの。見させられることはできない。<laughs> <laughs> <laughs> ね見させてもいいですけど。おすすめはするけど。見させてもいいですよ。でも見させたいかどうかわかんない <laughs>。見させたいでしょう <laughs> あ。あじゃあその件にもつけましょうか。俺がかん、俺がもしその視聴者で投票したら、はい、じゃあダニエルにこれを見させるみたいな。あ<ー>結構。あー

ペアじゃあの編集長の判断でペアにペアペアでしょ一人分確かにかわいそうペア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 でかわいそうかもしれない友達がいないとかじゃあパーティー分まあも一応ペアで誰かにあげてください二枚プレゼントしますぜひ投票してください我々はですねもうすでにあのノミネーション 入れても予想してあるんですが、うん、えー、これこれこれからの各ごとのカテゴリー見ていきたいと思うんですが、その前にあの今年のアカデミー賞の全体像というかオーバービューちょっと語りますと、うん、え、一番ノミネートが多かったのはジョーカー、十一部門でノミネートされています。うん、で、その続き次がアイリッシュマンとワンサポナタイムインハリウッド、一九一七が時、えー、点で同点で十部門でノミネートされています。うん、はい。 であの今回のノミネートで、まあ、よく言われていることとしては、えー、女性監督のノミネートがありませんでしたねっていうことただしあのポン・ジュノ監督の「パラサイト」が6部門でノミネートされたのがかかなり大きかった外国映画として映画だけど英語ではない映画で,映画で作品賞と監督賞を含む6部門にノミネートされたっていうのはかなり大きかったですね。うんうん、はい っていう感じの、アカデミー賞になってるんですが、早速主要部門から。ちなみに、この、今の、その、まあ予想っていうのは、その。いわゆる、個人的に、買ってほしい、映画とか、あの、方とかではなく。だ、何が、選ばれそうか。ということですね。まあ、投票する人は、それ自由でいいでしょう。そうですね。あの、これが、あの。まあ、多分、取れると、これ、取ってほしいから、入れるっていうのも、あっても、その人の自由で、あっては。いいんですけど。私は、勝ちに、行きたかったので。 取りそうなやつ選びましたけどその辺のねなんか選び方にも人の,ああの人の差が出るとは思うので面白いかなと思います、はいえー、大きいところからいきたいと思うので、うん、まず最初に作品賞ノミネートされたのは9本ありまして「えー、1917パラサイト」「ワンサポ Upon a t ハリウッドジョーカーアイリッシュマン」「マリッチストーリー」「ジョジョラビット」「フォーードバーサス,フェラーリストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語」 っていう9本だったんですが、ダニエルさん何選びましたか？私ですか？Once Upon a Time in Hollywood。タランティーノ。はい。これなぜかとああ、ああ、マさんまあ僕基本的には応援的なやつで入れてるのはほとんどだから、これはパラサイトにしました。私1917。全員分かれていま分かれましたね、ダニエルさん。理由は、えっと、その映画の質とかをともかくね、あのこれはもうその。 投票しているそのアカデミーのメンバーたちは何を選びそうなのかっていうのも大事なんで、うん、まあワンハリって昔のハリウッドの、うん、ハリウッドの,そのゴールデンエイジも描かれているものであって、うん、そのハリウッドの中で働いている人たちが喜ぶ映画であるっていうの一つとあのそのシャロン・テイトの話もいわゆる復讐的なニュアンスのある映画じゃないですか。 そのシャラン・テイトの,その実験はまあその昔のハリウッドにすごい重い影響のあった事件であって、えー、タランティーノが復習としてそのなんていうあま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 あなければ誰か止めればよかったっていう話あまあまあまあの多分ハリウッドのそのなんていうまあ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 まます。はい 確かにそれはあると思いますハリウッドの人たちってハリウッドの映画大好きそ、はい、それはそうですっていうのはあるので、はい、タランティーノもこれまでの映画はちょっと過激すぎても「うん、まあハリウッドのマンサポのタイム」はそこまで、ね、最後を除けばそんなに過激すぎ暴力もそんなに多くないし、はい、好きな人確かにすすごいいいいいっぱいいると思います、うんまあ、そしてもちろんねあのブラッド・ピットとかあのリオナード・デ・カプリオの,その、えー、パフォーマンスも相当良かったっていうのもあるんですけどどっちかっていうとその、ね、ハリウッドの。 で働いてるアカデミーメンバーのみんなさんがまあ選べそうな作品かなと思ってます。うんはい、今井さんはパラ特に理由はないよ。取 <laughs> <laughs> ってほしい。<laughs> まあ取ってほしいからまあ海外の作品が作品賞を取るっていうのはあった。 だって、シェイプオフ・ウォーターとか、いやいや、それは海外監督のプロダクションでもちろん、さデルトロとか、ローマの彼、アルフォンソ・キアロンとか、もちろん海外監督はもうすでに言ってのアンリーとかも取ってるはずですよね、ブロックバックとかは。なんで、そういったハリウッドの中の人材で、 あの優れたあの海外の監督が取ることはあったけど、まあ、今回だから韓国語でやってて、まあ、基本的にスタッフも韓国人でやってるはずなんでなまあそういった意味ではそのメルクマールとなってほしいなということで、うん、まあ,あとそれこそさ、まあ、一応その作品賞とかはさその毎回そ,のそれこそ「デルトロのシェイプス・オブ・オーターン」の時もそうだったしえー、っとあれなんだっけ ムーンライト作作品品賞賞だったよねりましああれとかもいわゆる多様性とかの話もあっていろんな人にあげてるじゃんじゃあ本のにあげてよって作品賞思う正直アジア人として僕はそこはあります確かにパラサイト取ってほしいって気持ちもありますんか「パラサイト」と「1917」って今は結構フロントランナーってされてるんですよでまあでも「1917」は違うのはやっぱり。 そこまではあの先に進まる進歩しないんじゃないかなと思うんですよアカデミーで、まあ、あのア,カデミーアカデミー賞はアカデミーメンバーが投票してるものなんですけど、まあ、あのアカデミーメンバー他のアワードとの違いは、まあ、映画実際に映画作ってる人たちが投票する俳優とか監督とかプロデューサーとか、うん、元舞台裏の人たちですね。なので でその中で1914の評判がすっごい1917ですね<あ>いつも,も1914って言っちゃうんですけど <laughs> <laughs> 1917の, <laughs> 19の評判がとにかく高いとあの技術的なテク,ノテクニカルなアチーブメントもそうですしあとハリウッドアカデミー賞は結構戦争映画が好きなんですよーです、ね、ハートロッカーも撮ってハートロッカーとかプラトゥーンとかまあ戦争映画撮ったこと、うん、結構いっぱいあるので。うん 結構選びやすい、アカデミー賞が選びやすい、少数なんじゃないかな、っていうことで、一九一七。うん、私見てないですけどね、一九一七、まだ、はい。ちなみに、ジョークはね、個人的に応援したいんですけど。うん、まあ、広映画って、あ、鏡。厳しいよね、作品賞取らないから、ね。ねうん、うん、まあ、広映画っぽさがない映画ではあるんですけどね。いどねうん、コミックを元にした、うん、映画。そうですね。うん、ジョークはあの、作品賞が取る傾向。 あの作品賞取りやすい作品としては、あの、あんまり嫌われない作品。<員>嫌われない作品全員が、あの、あんまり、なんか、この、すごく好きな人がいるけど、すごく嫌いな人がいるっていう。賛否両論の作品は、取りにくい仕組みになってるんですよね。まあ、その辺アカデミー賞だとだいぶ違うね。うん、アカデミー賞の作品賞って、あの、なんか、順位つけていくんですよね。他のカテゴリーは、一個選ぶんですけど、作品賞の場合は、そのノミネートされた作品の中の。 中ででどれが一番好きです「12345」ってつけてくるのでそういう投票の仕組みやっていくと嫌われにくい作品が上にまあ無難なやつが上にいきやすいのでジョーカーもし嫌いな人が多かったら難しいかなっていう。<laughs> はい、じゃあ次監督賞いきましょうか <laughs>、はい えノミネートされたのが1917のサムネン・メンデスえ、パラサイトのポンジュノ監督、アイリッシュマンのマーティン・スコセッシ、うん、ワンス・アップのタイム・ハリウッドのクエンティン・タランティーノ監督、ジョーカーのトット・フィリップス監督。えー、ダニエルさん、選んだのは、はいえー、私はサム・メンデス。今井さんは僕はタランティーノ。私、ポンジュノ。また別れた。<laughs> でももう同じ作品ですね。同じ,作品,同じ作品をシャッフルした。ダニエルさん、理由は えーと理由はまず、えー、さっき土方さんも言ってたけど戦争映画は好かれるんですねアカデミーのメンバーの中では、はい、そしてもちろんワンハリーとか、ね、そのハリウッドネタが好きってあるんですけど、まあ、タランイコールタランティーノがおしたいまではないかなと思います、うん、もちろん愛されてるあの監督であるけどあ,あとはまあ3面ですねあの、えーまあ、ずっといい映画面白い映画、えー、規模の大きい映画 ね特にボンドとかの話になるとはあんまこういう,こうアワードであんまりこう取れないような作品であってあんまり彼本人があんまりなんていう認められてない気がする今まで,、うん、なので認めるチャンス、ね、アメリカンビューティーで一度取ったことはあるんですけど、まあ、結構前ですからね、はい、アメリカンビューティー監督賞監督賞です<ー>なのでもし取ったら2回目の受賞になりますね、はいうん、今井さんは僕は僕、まあ まあこれも応援みたいなものですけどタランティーノ、まあ、作品がもちろん良かったっていうことだし、まあ、他でもねいろいろノミネートされてるけど僕はこれの映画でのやっぱり貢献はもうそも,そもそもタランティーノが一番重要かと思ってますよ。っていうのは歴史改変という意味でもそうだし、うん、そのタランティーノが何て言うかな、ね、これなんか偉そうな言い方になるんですけどタランティーノの成長が見られるって思ってます、うん、個人的に。 そうう成熟した結局なんかで、これはでも結構自分ではある程度革新的なものがあってタランティーノはそのキャリアとしてのス,カトはあのスタートは本当にね,あのねビデオ屋の店員とか,からスタートしたってよく言われますけどそこからその、ね、インディペンデントっぽい映画の,そのレザーボアとか撮って、うん、まあ徐々に、ね、そういうちょっとジャンルものをやりつつ、まあ、最終的にここまで来たじゃん。で、まあ、この映画のポイントは映画に関する映画であって、うん、タランティーノはハリウッド タルンティーはどうもその幼少時代にロサンゼルス来てそこで育ったんですけどだから見てる風景をのこの映画に入れたらしいですけど、うん、やっぱりハリウッドの中で自分が仕事することでハリウッドとは何だろうって考えるようになったんだと思う、うん、でだからこそ、えー、とブラッド・ピットの役が生まれたのはそこが原因で、えー、まあスタントマンっていうものに対するなんていうかリスペクト実はこの人たちが影での英雄で結構汚れ仕事もしてるけど結局最終的にそのマンソンファミリーぶっ殺してるのは <laughs>。 あのブラッドビッドなわけじゃないですか <laughs> そういうようなことがあったよっていうあのメッセージがあるから、まあ、そういった意味であのタランティーノはなんでこれ作ったのかっていうのは結構やっぱりその後キル・ビルの時に、えー、とあ,のあの人ユナ・サーマンとちょっと揉めた事件もありましたね、うん、ユナ・サーマンが結構危ないことでされてそこ和解したんだけどやっぱりその中でたあのスタントマンというものを非常に重視していることは間違いないあの,、えー、とあ,のあの映画、えーと「プラネット・テラー」じゃなくて「 デスプルーフ,フ,フのやつで後半に出てくる女性の,あのスタントマンの人は普通に主演を張るようになったりしてスタントマンから起用することも増えてたりするんですでそういった意味で、まああのー、人間としてタランティーノがいろいろハリウッドのなんか歴史とかその人材とかそういったものを考えた上でこれを作ってるっていう意味ではなんかその監督として成熟したっていう判断になってもいいのかなと。 ここで撮るか最後の作品で撮るかどっちかだと思うそうですあともう終わりなのでタランティーノ監督はジャンゴとパルプフィクションで脚本賞を取ったことがあるんですけれども監督賞は取ったことないのでもし取ったら初めて受賞ということになりますね私ポン・ジュの監督選んだんですけどシーナの「勝ちに行きます」とか言いつつ「ここは希望」でポン・ジュの入れたんですけどデータデータによると サムエンデスが一番有力水はされてるんですね。あの、っていうのが。1> 1うん、あの、監督、そのアカデミー賞の行方を占う指標として。あの、それぞれの俳優の協会のアワードとか、はいはい、監督の協、監督協会のアワードとかがそれぞれあるんですね。で、その。 人たちはあの被ってるんですよオスカーの投票アカデミーのメンバーと。うんうん、なのでそれを見てると大体ここで監督賞監督協会で監督賞を取った人はアカデミーでも取るしとかいうの傾向があるんですけどで監督賞は特にその傾向が強くてこれまで、えー、とその監督協会賞で取った。 監督賞を取った人の90パーセントがオスカーですごい、ね、オスカーを取ってるんですね。でそれがサムメンですなんです。今回今年はな,、ね、なので、まあサムメンですが取りそうだなって思うんですけど、<laughs> あのパラサイトをね入れたいあのこのもし作品賞も取れなくて監督賞も取れなかったらっ、ねうん、外国語賞とかだけになっちゃうっていうのはあまりにもなんか悲しいなって思ったので、うんえー、去年あのアルフォンソ・キュアロン監督賞、うん 上げて作品賞は違うグリーンブックだったと思うんですけど、うん、それと同じパターンで。監督賞はポンジュノ。作品賞は一九一七になったらいいな。っていう希望でポンジュノ選びました。はい、なるほど、藤川さんちゃんとデータ見てますね。勝ちに来てますね。<laughs> <laughs> じゃあ次行きます。はい、はい、次、えー、っとですね、主演男優賞ここから俳優になります。はいえー、受賞、ノ、えー、ミネートされているのが、ええ、ジョーカーのホアキンフェニックス。 マリッジストーリーのアダムドライバー、ワンサポのタイミングハリウッドのレオナルドディカプリオ。ペインアンドグローリーのアントニオバンデラス、えー、二人のローマ教皇ジョナサンプライス。これネットリックスの映画ですね。うん、はい。はい、なんですが、うん、選んだのはダニエルさん。えー、ハーキングフェニックス。今井さん。私もハーキング。全員。あ <laughs>、過去 <laughs> はね。 もう確実っていうかまあここで撮れなかったらジョーカーはちょっとはかわいそうなことになるかもな,んですなそれともジョーカーねもう最多のノミネートされていろんな部門でノミネートされてるんですけど、うん、ジョーカーの一番いいところで言うとやっぱりワーキン・グフェニックスのパフォーマンスだと思うのまあうで、ね、どれかを撮るならこれじゃないか。<laughs> <laughs> 俺もそういういことで多分ジョーカーってすごい意見分かれる映画棋評家の間でもそうだったし、まあ、多分映画供養家の中でもそうだったんだけどそのジョーホアーキーの、ね、演技っていうのは誰もが褒めることでありますし、うん、実際にもうアワードシーズンでずっと撮り続けてますねホうキすねまたさらに言いますと、えっと、ワンハリのレナード・デ・カプリーは。 まあちょっとブラッド・ピートに負けちゃったっていうか、うん、私の中ではそのそどっちが主演が助演なのかわからない映画だからあとアダム・ドライバーもアダム・ドライバーもやっぱネットフリックス映画今回マルチストーリーもあ,のあとは、えー、とアイリッシュマンとかいろいろノミネートはされてるけどで今までねたまにもうあの少しだけ。 あのオスカーを持ち帰る時もあるんですよねあのローマとか、うん、だけどそこまで通訳あのネットフリックスの作品とかをそこまで押したくない気がするオスカー,あの、ね、あーアカデミーのメンバーたちいわゆるある程度1個2個くらいあげるかもしれないけど複数の部門はない、ねうん、主要部門でババババってあげたくない、うんはい、ためらいがある、はい、ビジネスのあれでまあそしてア,カデアダム・ドライバーまだまだ若いので まあ、これからいっぱいチャ,、ね、チャンスはありそうだなっていう気もしますね <laughs> えっとこれまでだと「ブラック・クランスマン」でノミネートされたことありますはいはいはい、まあ、まあノミネートすると今回の「マリッチ・ストーリー」だけいいやまあ実際よかったですけどねまあただスカレット・ヨハンソン女優に会りってどっちがいいのかっていうと難しいところもあるうん2人本当ダブル主演ですからねうんそういうのが多いですね <laughs> うんホーキンはごめんなさい 2人のローマ教皇もダブル主演じゃないのって思うんですけどね。えっと、ホプキン、アンソニー・ホプキンスと見ました、2人のローマ教皇。あれね、僕は結構実は興味あって、この映画、日本じゃ全く話題にならないですね、当たり前ってないですね、海外でもそうでもないと思うんですけ結構アワードシーズンで急に出てきたんただ、この映画、面白そうですよ。でもそもそも、ただ、ローマ教皇に対するイメージ、我々ないじゃないですか。この前来たですね。来ました。日本に来たんですあの時に、これもうちょっと宣伝すべきだったと思うけど。ただただ、ただ、これ変な映画で。 二人とも存命なわけですよ。うんうん、あのローマ教皇の元ローマ教皇。はい、それがいるのに演じてやってるってことは結構すごいことだよね。うん、キリスト教のカトリックの人たちってそういうどういう考えでローマ教皇のこと見てるのがよくわかんないです。結構人間らしいところとかも出たりするんですか。この映画は相当人間らしいです。<ー>で、あのあ、ね、今のローマ教皇とえっ、ー、と前のえっ、ー、と名前が出てこないな。二人いるんですけど、前の教皇さんって。はい 前がベネディクトか,かな,かな <laughs> すごいねいつもこういうしかめっ面してすごい厳しい人で実際にあのなんかその戒律とかかも厳しかったんでですよで次に新しくなったのがアルゼンチンの人ですごい人気で、はい、もう大ブームが起こってて、はい、なんでかっていうとその人すごい朗らかであとそのローマあのなんか戒律とかも結構ゆる,ゆるくしてその再大をオッケーにする妻持ってもいいとか言ったり結構あの。 柔らかい人なところがあって、すごい人気なんで、すごい対照的で。うん、で、その人たちのなんか人気もあるから、面白そうだし、うん、アンソニーホプキングが。その前の教科、もう、笑っちゃうしかなくて。まあ、メイン二人がね、<laughs> これやってる話ですね。<laughs> あともうちょっとマニアックな話ですけど、ローマ教皇を、えっとね、生前対。 したっていうのは歴史上数回しかないですすっごい珍しいことですあの基本的にローマ教皇って死んだら変わるんですね、うん、死んだ時になんで生前退位しちゃいけないかっていうと自分の影響力がある人に渡すと権力が引き継がれちゃうあなるほどネ、ね、ポティズムみたいななんで基本的にローマ教皇を儀式の時に死んだ時にこのスネのとこをでっかい刃までバーンって叩くの本当に死んだかどうか、うん、でもそういうのをやらずに 変わったっていうのはもう歴史的な事実あの事件らしいからカトリックの人たちはこの映画すごく気になるんだと思いますねうあ,あそう,いう言われてみると夢まであんまりねあの地味な映画だなと思って見る気だが,がってきびたくなりましたでも日本も似てるんじゃないですかあー生前隊員、ね、そうですね天皇は宗教じゃないんですけどす、ね、<laughs> 宗教じゃないんですけど <laughs>、はいまあ、主演団優勝 <laughs>、えー、フォアキンフェニックス取りましたらえーと初受賞になりますねこれまでグラディエーターとかマスターとかでノミネートされてますけど受賞はしてないのでは、うん、はい。はい。 次、主演女優賞いきたいと思います。ノミネートが「ジュディー・ニジノ・カナタニ」の「レネー・ゼルビガー」と「マリチ・ストーリー・スカーレット・ヨハンソン」「スキャンダル・シャーリーズ・セロン」「ハリエットのシンシア・エリボ」「ストーリー・オブ・マイ・ライフ・私のおかく物語」のシア・シャローナ。これって土方さん、ノミネートされてない。な何でダニエルさんの主演男優賞はどうしたんですかダニエルさん、何選びましたシア・シャローナ。 今井さん。僕はスカーレットヨハンソンです。私デネゼルウィガーです。はい。ダニエルさんは？そんなに深い理由はないけど、えっとこの映画結構多分見てないですね。まだ。見てない。日本でねまだ三月ぐらい公開なんですね。だけどえっとまあ昔そのまああの有名なあの本の赤くさ物語ですね。だらまあ結構アカデミーの中でなんかよく撮りすいつも撮ってるような 時代ものですもんねそうそう時代ものですねでもそれで言うとやっぱりレネ・ゼルビガーも結構ありそう、うん、あの私も迷ったでこの映画はちょっとこの中でかなりマイナーでそんなに日本でも話題になってないけど、ね、ただレネ・ゼルビガーの演技がすごい っていうかあとジュリーガーランドすごく愛されてるってもある、ね、愛されてるけどでも本当と裏,裏っていうかその落ちぶれた姿を演じるっていう意味合はぴったしやんって思うんだ、うん、すごいアカデミーっぽい映画だと思いますし、はい、確かにそれはそういう理由ですか、はい、<laughs> そういう理由ですそういうい理由っていうのとあのレのリー・ジュリーグが歌ってるんですよね歌ってすごいうまいんですけどはい、はい、歌うのも好きですからアカデミーっていうのとあとこれまでの、えー、と俳優カテゴリーではの俳優の えっと組合っていうの賞があるんですけど、そこでとってます。この中じゃ一番ベテランになるのかな、結局。えっとこの中だと、まあそうですね、えっとシアショーなーの超若手ですし。ね、うん、ネ,ネは、えっ、ー、と過去に取ったことあります、アカデミー賞は。うん、何です。え、コールドマウンテンで、助演女優賞。うん、で、この人は本当演技派って、登場した時から演技派って感じで、ずっと来てますよね。私はなんかやっぱりイメージは、ブリジットジョーンズ,で、ね、ーンズでめっちゃ強いんですけど。<laughs> は,いはいはいはい。まあでも、その。 歌歌えるっていうのとブリジット・ジョーンズにしてもねアメリカ人がイギリス人を辞じたする <laughs> <け>違和感ありますけど、ね、違和感ありましたあしあそうですかそうですね発音にねあそうなんだ、うん、まああと女,なんか女優の映画っていうのもポイントかもしれないですね、うんはい、で僕はヨハンソンですけど、うんはい、まあこれは、まあ、マリー・ジ・ストローリー好きだったから 取ってほしいかなって思ったぐらいです。うん、も,うもう一つあのね、女、うん、演の方でもね、ノミネートされますよね。そうそう。スカレット・ヨハンソン今回が、えー、今年が初ノミネートなんですけど、助演女優賞と主演女優賞に両方ダブルノミネートされてまして、うん、その同じ年でそのダブル女演女演と主演をダブルノミネートされたのは過去で十二人ぐらいしかいないこれまでに十二人ぐらいしかいないらしいです、ね。まあアダム・ドライバーとえっ、ー、とスカレット・ヨハンソンマリスト・ストレイでどっちが良かったかっていう言われると難しいとこで、あく,、うん、あくまでもほとんど二人が 喧嘩してるシーンが一番有名で,で、ねうん、そこのところの演技がすごいってことだけど、まあ、両方すごいんで何、うん、とも言えないですけどやっぱりあの面白いのはどっちもその一方は「スター・ウォーズ」<laughs> 一方は「アベンジャーズ」の有名なそういう SF 映画出ながらもこういう本当に。 どちらかというとバジェットも少ない映画で演技をやってるっていうのはすごい斬新ですね。これが最近の傾向としては面白い。理想,理想ですよね。だって、うん、あのフランチャイズでお金<う>生活の保障を、ね、得たら、はい、自分の好きなプロジェクトに。まあその二人はずっとそうですよね。特にスカーレットもすごいたくさんの小さな映画も出てるし。うん、インディーいっぱい出てる、ね。まあその点でいうと逆に今あげなくてもいいのかなって気もします。<laughs> まあ今後も、うん、確かにいっぱい機会ありそうですね。であと助演と主演で両方ダブノミネートされてると別れちゃうかな。投票が割れちゃうかなっていうのは。 個人的に気になったのはこれ公開されたんですね<ー>スキャンダル自体結構あの向こうでは評判が良いのでそうですねこれあの「ミートムーブメント」の時のっていうことでいいんですかね FOX ニュースのスキャンダル、えー、とセクハラスキャンダルについての映画、うん、なので私ハリウッド受けはアカデミー受けはさそうシャリズ・セロンも本当になんか役を選ばないっていうか果敢な挑戦ばっかしててもともとは超綺麗な人っていうイメージだったけど もうアクションもするし、うん、なんかすごい汚れた演技もするしもうすごいよね、うん、すごい人ですよね、うん、なんか役者魂が半端ないという。はいはい、であとこのカテゴリーであのダイエさんが選んだ「シアー・シャローナン」はですね、はい、結構いっぱいノミネートされてるんですこれまで若いんですけど「レディー・バード」とか「ブルックリン」とか「償い」でノミネートされてるんだけど今まで受賞したことは一度もない。なるほど ちょっとかわいそうですよね <laughs> ノミネートばっかされてなんかレオ,レオみたいにレオナ <laughs> デカプリオみたいになっちゃうんじゃないかっていうゲレーもありますけどじゃあ次女演男優勝はい、はい,いきたいと思います、はいえー、ノミネートがですねワンハリのブラッド・ピットアイリシマンのアルパチーノ、うん、アイリシマンのジョーペシ、えー、あとトム・ハンクスこれ日本では放題がないんですけど「あ、ビューティフル・デイ・イン・ザ・ネイバフット」っていう映画あと、えー、2人の「 ノーマ教皇のアンソニー・ホップキンスですね。<laughs> こっちはジ演なんだね。<laughs> ねえどっち？<laughs> <laughs> まあ一応前の教皇がジ演です。まあちょっとスタストラテジーなんでしょうね。あの、うん、同じカテゴリーでノミネートしちゃうと食い合っちゃうからっていう,う、ね、多分戦略的な選択だと思いますけど、ダニエルさん何選びました？ええー、ブラッドピット。はい今井さん。パチーのあれ<だ>パチーの。私もブラッドピットです。はい。ダニエルさん理由は。 えー、さっき言ってたそのワンハリの,そのまあハリウッド的なテーマの話と、うん、ブラッド・ピットのパフォーマンスが良かったこととあとはですね、えー、さっき同じく言ってたそのアイリッシュマン、えー、個人的にすごく好きだけど、まあ、ネットフリックスオリジナルであって多分どこまで。 通るのかちょっと怪しいかなと感じていまて。そうです、ねまあ、あとやっぱりアイ愛して三時間ありますから、まあまあまあわりもあったか。あのネットフリックス映画で三時間あるっていうのを結構。なんか足かせになっているような気がする。そうなの。そ時間関係あるの。見てるのかっていう話。まあ、アカデミー,ーその投票する人たちが本当に。でもでもさアカデミー賞の中でネットフリックスがどう思われてるかっていうのは気になるところだけど。うん、アメリカの映画業界の中では。おそらくネットフリックスは資本としてはすごい持ってて、それにお世話になってる人たちはいっぱいいるはずだと思う。 そう考えるとあのそんなにネットフリックス映画がデメリットで働くことなくて,て例えばカンヌはもうそのダメだとか言ったりしたことあったし、まあ、カンヌにとっては完全にアメリカのお金だっていう資本だっていう感じがしちゃうじゃん,うん、うん、その点ではそんなにね、まあ、実際ローマとか撮ってるしあんま関係ないんじゃないのって気はする。 お世話になってる人のパーセンテージとお世話になってないあの古くから全然ネットフリックスなんてかかりませんっていう人どっちが多いんだろうなって気はします、うんうん、そうですねかかってない人のが多分まだ多いんじゃないかなと、ね、まあまたはね、あのー、お金もらってるけど実はあんま好きじゃないという人もいるでしょう,う、ね、<laughs> まあ <laughs> ななんでそんなそんな悪い悪いことあ、あのー、いわゆる我々のそのメインのビジネスをまあなんていうんですディスラプター的な そんなに変わるのかね、あかねうん、まあ映画館は多少の,あの影響はあると思うんだけどな映画業界全体で見たときは何とも言えない気がするんだけど今井さん、パチーノ、アルパチーノ選んでますけど、はい、ホッファー<の>、まあ、ホッファーは面白かったじゃん、うん、<laughs> ただそれだけあのインターネットでも、ね、アイシュマンの,、ね、あの短いカットとかを探すと大体ホッファーのシーンで、うん、あのまず、あのね 喧嘩のシーン、うん、あの5分遅れたか10分遅れたかっていうあのくだらない喧嘩のシーンとか <laughs>、うん、あとはみんな並ばされて「お前らがするために俺は刑務所に行かなきゃいけないんだ」「<laughs> この,このバカンボロボって言ったらそあのフランクが出てって <laughs> あとから謝るっていうか「いや大丈夫大丈夫」大丈夫とか言ってさまあ最高に面白いのは事実ですねまあただまあパチンの時代は、ね、も,うもうベテランだしまあジョーペンシーもベテランだし2人とも取ってはいるんですけ、ね、かちょっと新しみはないのは ありますからね、うん、パルチーノのパフォーマンスアイリッシュマンでのパフォーマンスすごく良かったけどアルパチーノのいつものアルパチーノみたいな感じだった、ね、まあ、うん、そうかな結構し叫ぶ感じでも叫ぶ感じだけど、うん、ちょっとやっぱ政治家っぽい立場だからちょっと違ったところはあったけどな意外と幅広くやってると思うんですけどねパチーノ自体はうん。 私ブラッド・ピットなんか今年ブラッドピットのされたことあるけどアカデミー賞取ったことないっていう人なので,そ,なで、うん、そろそろ評価してあげようみたいな機運が高まってるんじゃないかなとあの他の人取ってるんでベテ,ランベテランがすごい多いじゃないですか他の、ねまあ、まあブラッド・ピットはベテランじゃないほか他の人たちはもうみんな取ってるっていうのもあります。うん 私ねワンハリだったらあのデカプリアの演技の方が個人的には好きなんですけどかブラピの演技はさ基本喋らないですよね、うん、そうですねまあそれがかっこいいといえばかっこいいんだけど <laughs> いい演技として評価するの難しくないですかっていうのは正直なところ、うん、いや別に演技はセルフだけじゃないからまあそうだけど、うんはい、そんなにそんななんか <laughs> 体鍛えたな,なんかやってる感じはしなあの演技でなんかその無口な人って なのっとしてはなんかい,い心がいいスタントマンみたいな感じです、うんね、あの体もねねでしまあそうです、ねまあ、デカプリオンの方が分かりやすい演技なのでそっちのほうに目がいっちゃうってことなのかもしれないですけどはいじゃあ次、次いきます女演優賞、はいえー、ノミネートされたのが <laughs> マリッチ・ストーリーのローラ・ダンスキャンダルのマーゴット・ロビージョジョ・ラビットのスカーレット・ヨンハンソンリチャード・ジュエルのキャシー・ベイツ。 えー、若草物語のフローレンス・ピューはいどあの、はい、ダイアンさん選んだのは使われてヨハンソンソ、はい、さん僕ねこれねぶっちゃけね迷って見,見た映画で選んでロラーラーダウンにしました私も見てないですねわかんないですねヨ,ヨハンソンがすごいらしいという話は聞いてますね「ジョジョラビットで」で、うん、いい演技というか優しい感じでそうですね「あのジョジョラビット」確かに良かった けどマリチドイのが私はすごいなと思いますね、女演だっていうの、私ローラダーンです。ローラダーンは女弁護士の役だったよね。ねはい。なかなかいい感じに、まあある意味悪役っぽくもあって面白かったです。うんうん、<laughs> あれは結構いつもロ,ローラダーンって気はしなくもな,ないんですけど、ローラダーンってあの結構癖のある喋り方するじゃないですか。うんはい、すあれを結構すごい激しくした感じの演技。 うん、私まだね、うん、マスーリス・トレイ申し訳なくて見てないんですけど、うん、あのローラー・ダウンは確かにそこが私の中ではあるいつものローラー・ダウンっていうのはどうしてもあるのでスター・ウォーズでもね<の>結構いつものローラー・ダウンだってロー,ー,<な>ーラ・ダウンだったらすごい違和感を感じましたただそのマリス・ストレイは、えー、っとこの監督の作品の中ではかなり演技に比重があって、うん、キャスティングと演技が素晴らしいっていう映画なんですよ、うん、逆に撮影的な面白さあんまなかった うん、あのこれまでの作品に比べてね僕は「イカとクジラ」っていう彼の作品前の昔の作品が好きだったんですけどまあその時の撮影も良かったんですけどマリーズストーリーって結構さなんかコンパクトな話っていうかシチュエーションで、まあ、弁護士の、えー、と事務所のシーン、うん、えーと新しい家のシーンとかでやって、うんまあ、あくまでもその中で俳優さんがどういう演技をするか。 みたいなのが、まあメインだったんで、なんかまあ、そのやっぱり演技ですごい重きがあったのかなって。 演技を輝か,輝かせるためのタイプ、うんうん、実際にはなんかね、うん、全くあれはアドリブとか入れさせない監督らしくて脚本通りに通りにやってて、うん、こうあのローラ・ダウンじゃないですけどそのヨハンソンとそのアダム・ドライバーの喧嘩のシーン、うん、もうほとんど一言ずつ書いて,てね,ね、すごい何かアドリブしてそうな,なんかすごいシなんか思わず出てきてるうううあ,あれを演技するっていうのはちょっと驚異的だとは思いますね、うん、それをなんか脚本に書かれた通りに再現できるってそれに比べると確かにローラ・ダウンは実際にねちょっとね本当コントみたいな感じの まうんまあ、結構コメディックなた,ただローダーダウンはまた例によってあの受賞歴がないんですよすごいキャリアが長い人ですけど、はい、アカデミー賞に取ったことないので、はいえー、ノミネートだけあるんですけど受賞はないので、うん、彼女にそろそろあげてもいいんじゃないかっていう考え方するんじゃないかな <laughs> はい <laughs> なるほど私スカーレットを選んだのはえー、まあ2つね今回のノミネートされてるし、まあ、どっちか取るかなと思います、うん ジュジョョラビットは見てないですかまだまだ見てないす日本でまだ出てないです、うん、ジョジョは、えー、ともう出てますねあもう出たすごい素敵な映画ですあもう見た、うん、結構でも意見が分かれてるんですよあ,すあそっか、まあ、僕どっかいたんだよねあの試写会がある時に海外にいたんで、まあ、すごく見たい映画である、うん、まだ見てないで、えーまあ、他の人キャシー・ウェイツとかはあのリチャード・ジュエルでノミネートされてるんですけど、うん、リチャード・ジュエルとか、まあ、あんまりそんなね 見られてない映画だと思うので <laughs> 弱いかないイーストウッドですイーストウッドの監督先にですねはい、はい、じゃあ次じゃあ次、えー、長編アニメ賞ノミネートがトイストーリー4ヒックとドラゴン、うんえー、聖地への冒険なくした体ミッシングリンククロース、うん、ダニエルさん今回ねどれでもなんかちょっとだけ弱い気がしたんだけどトイストーリーにしました、うん、はい さん僕ねこれねあんまりねあら知らねえやつばっかだと思って選びようがなかったトイ・ストーリーにしたんだけどでも思ったけど、うん、えっとまだ見てないけどなくした体超見たいからなくした体に入れたいななくした体でですよね <laughs> あのシーンかな結構ショーって,って確かに賞でもちょっとえっと一応日本でも公開もされてる一部されててえっとネットフリックスでもされてます劇場公開もちょっとだけやったんですよはいなんで 失くした体をしたいな <laughs>、うん、まあ正直なところ全部見てないんで何とも言えないですねな、うん、くした体とあとクロスがネットクリックスですね今回確かにちょっと地味って感じでも私あのアカデミーのアニメショーっていつもなんかえって感じのあんまり当てにならない、うん、感じのカテゴリーではありますよねこんな、ね、日本の作品だと何、うん、あの天気の子が入っていく天気の子が入りますかね、うんまあ、で天気の子あの売れてるからね うん、なんか入れてほしいところでではありますすけどねねそうですね去年は,は未来の未来がノミネートされてましたねさすがに厳しいでしょうねと思ってましたね。うん、事情はねなかなか難しいかなと思う、うん、去年はあのスパイダーバースみたいなすごい強いのがあったので、はい、私も「トイ・ストーリー4」で「トイ・ストーリー4か」かもしくは「アニーショー」でクロースが取ったんですねこれサンタクロースの、えー、とオリジンストーリーみたいな感じらしいんですけどあ、ね <laughs> はい、結構あの見た目すごい素敵でなんですけど。 まあ,あんまりそんな知られてないんじゃないかなのでやっぱり「トイ・ストーリー、まあ」トイストーリーの、ねーリーまあ、知名度が強いんじゃないかな知名度もあるんですけどそのみんなが書いてきたっていうのもあってその何年ぶりに、うん、あの元のキャストがほとんど全員戻ってきて、はい、それトムンクスとかね,ねか内容は評判いいんですかトイ・ストーリートトイスーーリ良ーかったですよいわゆるそんなに大きく違わないけどね「トイ・ストーリー123」から、うん、あの全体として今ピクサーはちょっと低迷時期に入ってると言われますけど まあなんかうまく復帰してくれればとは思ってますけど、ね、逆にそのディズニーがニーうそうディズニーはすごいあのすごい頑張っていくけどディズニー側はちょっとなんかここ,ここら辺で受賞するようなコンテンツとはまた別のものを出している感じがあるので。そう<今>アナと雪の女王は入らなかったんです。ええとリメンバー去年ですか。去年。二年前かもしれない。うん、はい。すごい素敵な映画でした。うん、そうですね。 次,は次、は、えー、国際映画賞、えー、昔はあの外国語映画賞っていうカテゴリーだったんですけど、今年から国際映画賞という名前に変わりました。うんえー、ノミネートが「パラサイト」、「ペイングローリー」、これスペイン、えー「ハニーランド」、北マケドニアですね、「レ・ミゼラブル」フランス、あとポーランドの「コーポス・クリスティ」ですね。はい、選んだのは「パラサイト」。今井さん僕はこれも パラサイト以外は全く見てたことないですね、まあ、日本で公開するかも分かんないです、ねうん、なあの雰囲気だけでそのポーランドの映画見たいなと思ってこれ名前からするとキリストの死体っていう意味ですよね、はい、っていう意味でしょうね、うん、うすだからちょっと宗教的な映画なのかもしれないですけどまあなんか名前だけでちょっとひょ興味ありません東欧に興味あるんで「はい、パラサイト」これで撮らなかったら何,何撮るんだみたいな。<laughs> なるほど、ヘジじじパラサイトちなみにそのハニーランドはあんまり知,知らなかったけどねこのノミネートされるまでに調べて横から見た相当面白そうな映画ですよねどんな映画でしたはちみつ作りの話なんですけど、えー、と舞台特徴はまあいわゆるドキュメンタリーっぽい映画であるんですけどねあの、うん どこななのかなアフリカのどっかとかよくわからないですけどすいません調べてはいないけどあのすごい離れてるどっかはほぼ忘れられてるどっかが舞台となってですごいこうねいい感じの年取ってるおばさんが初めて作ってるシーンとかあったりして、うん、なんか結構雰囲気が強い。 実際ねその辺多分蜂蜜作ってるんでしょうね北マケドニアの映画って一本も知りませんし、まあ、んまあ北マケドニアって最近名前がこうなったって、ね、ずっと名前が問題だったとで<あ>す北マケドニアの映画だからそこら辺で制作されたかもしれないポーランドとかもあそこら辺もすごい蜂蜜作りが盛んらしいですよあの東ヨーロッパあたりとか南ヨーロッパあたりだ<ー>からそのコーパス、えー、クリスティの話はどうもその,その何ていうか ギャングっていうか子供が少年院入った後熱心なカトリック教徒になるっていうようなやっぱ宗教映画っぽいですねちなみに青年ダニエル青年ダニエルダニエルダニエルさんのためでまあヨーロッパ映画っぽいものですよねやっぱし極めてまあポーランドは先ほどの教皇の話じゃないですけどカトリックの国なんですよであの前の前の教皇ヨハネ・パウロ2世っていう有名な教皇がいましたからそこのがポーランド出身で 非常にあの信心深い国だったですね、僕、行ってきましたけど、じゃあそれ、それも納得という感じの宗教の兵器、はいまあ、あと、パラサイトのほかに、ペイングローリーが主演男優賞にノミネートされてたりして、うん、パラサイトの次ぐらいに多分有名ではあるみたいです、ちなみにパラサイトは今回初めて韓国から国際映画、外国語映画賞にノミネートされました、今まで、結構いい映画よね そう、初めてらしいです。日本はあの黒澤明監督の作品とか、飲み会されたことはあります、あと、間引き家族とかね、まあ、ねアジア映画としては今回、韓国のみという形なんですけどね、アジアの,その映画のシーンの中ですごい韓国は強いイメージはあるんです、ね、でしょうり。 韓国の質も高いしねクオリティという意味ではやっぱ強いですし一番ハリウッド進出できてる気がするかなと思いますね。中国映画はなんか実際には大ヒットしてるすげえ映画あるんだけどあんまりこのアカデミー賞で評価されるものではないそうですねブロックバスターみたいなのとかあの辺の作品は個人的にはもっと見た方がいいと思うんですよ。僕はオペレーションレッドシーっていうやつを見てぶったあげましたから。 コールあのコールオブデューティーみたいな映画見るコール・オブ・デューティーで、ね、あの今多分ミリタリー映画だったら確実にアメリカより中国の方がすごい映画撮れます、うん、ビビりますよ <laughs> いずれかはね中国をノミネートされることもあるかもしれない、はい、次、えー、脚本賞、えー、脚色賞との違いは、うん、おりこっちはオ,オリジナルスクリーンプレイということなんですけれども、はいえー、ノミネートがクエンティン・タランティーノ監督の「ワンサポナ・タイム・ハリウッドパラサイトマリッチ・ストーリー」「ナイブ e アウト ライアン・ンンジョーソン監督なんですね1917サムメンですダニエルさん選んだのははいワンハリー今井さんマリージストーリー私もワンハリーはいダニエルさん、えー、同じくそのハリウッドの話シャラン・テイトの話みんな喜ぶみんな喜ぶ今井さん <laughs> まあ先ほど言った通りあの脚本すごい優れてるんですよっていう,うん、うん、話ですね、うん で僕はノア・バンバックのやっぱりストーリーテリングの能力は非常に何て言うかな評価してます <laughs> 好きなだけですけど、うん、なんかね言ってもすごい地味な映画じゃないですか、うん、でもなんか、まあ、リ,あのリアリティをうまく作ってるのはもうなんか見ててちょっと嫌な気持ちにもなるんですけど、うん、彼の映画は。 でもそういった意味でもなんかよくできてるなというところです。まあ正直他の作品もいいものばっかでパラサイトにしてもワンハリにしても、うん、まあよくできてますけどね。そうですね。まあでもワンハリは脚本っていうかなんていうのかな脚本で作ってるのかよくわかんないところもあって、うん、そのシーン構成っていうかなんか絵コンテみたいなのがいいのかなっていう気もします。ああだからこそ監督うん監督側の問題なのかなっていう。絵、うん、体 私タランティーノ監督で、監督賞とか作品賞は取れなくても、脚本賞なら。なんか脚本書く人っていうイメージがすごい強いですし。れそれこそ毎回取ってることになるじゃないですか。うん、タランティーノ脚本賞。うん。過去にジャンゴとジャンゴと後、そうですね。ま、た脚本賞は取ったことあるわけ。そう。なので、うん、もういいんじゃないですか。もういい、ま確かにもういいっていう。<laughs> そう、あのノーノーンバックとちょっと迷いました。ね、うん、まあでもネットフリックスだしなみたいなだからまあ。タランティーノは脚本書く人っていうか毎回書いてるよね、ほとうん、うん、あと自分の監督してないの脚本も多分書いてるしね。カーカーそう、うん、なのでタランティーノイコール脚本脚本賞かな。うんね、はい。次、えー、脚色賞、アダプテッドスクリーンプレイですね。はい、えー。リトル じゃないわがた私の若草物語のグレタ・ガービック、えーうん、アイリッシュマン二人のローマ教皇ジョジョ・ラビット・ジョーカーこれ二人のローマ教皇は小説があるんですかなん脚色書ってことはこの原作があるういうと,、ね、ということだと思いますよ。あ,あジョジョ・ラビットも原作があるんですかこれね聞いてないことないですけど。分、うん、からないけどこれは多分 一部事実を元にすると。いあ、そういうことなのか。わか,かりづらいですけど。多<分>まあ、いいや。というん何に選びました。私、アイリッシュマン。はい。アイリッシュマンは小説ですよね。小説ですね。ねえっ、ー、と、僕は、えっ、ー、と。アイリッシュマン、見た中では、これ、アイリッシュマンとジョーカーで、アイリッシュマンに入れたいんですけど。あの、あ、原作ありますね。<ら>ジョジョラビット。えー、ケージングスカイズっていう。変な作品ですね。変な作品ですね。<laughs> で、僕は、それで、<laughs> はい、えっと、応援。 っていうか期待を込めてストーリー・オブ・マイ・ライフは私の若さの物語で、うん、まあグレタ・ガーウィークがね、うん、えっとまあ映画撮ってきてまあ結構大ネタじゃないですかこれ、うん、大ネタだしあのグレタ・ガーウィークが若さ物語でやるっていう聞いて、うん、ああそれちょっと興味あるよなってやっぱなっちゃうんでやっっぱ期待を込めて入れれましたた、はい、私もグレタですあののレで,かですす監督賞にさなかんよね、うん、だからここでいけるんじゃないかっていうどうなんですか、うん、この中では唯一の女性ですね そうですね。うん、あの評判というか、そのオリジナルストーリーを結構綺麗になぞってるもんなんですか?。それともなんか。現代的になってますか?あ。あの、私見てないんですけど、あの評判だと結構変えてるらしいです。<ー>まなので、その辺も腕の見せどころではあると思うので。とそうすると、なんかグレタガカービィーの立ち位置は、なんか今の世代の若い。そのソフィアコップラみたいな立ち位置、やっぱなってきてますよね、その。ああ。確かに。うん。 好きな人が若干か,ぶるかぶるし<な>まあただ多分ちょっと系統は違,違うけどソフィア・コップラも、えー、とあのなんだっけあの女の子たちの5人の話あれも確か小説だったと思うんですけど基本的にはそういったやつを使ったりあとは、えー、とマリー・アントワネットの,あの刺激をかなりさ、うん、解釈変えてやったりか。ったソフィア・コップラの方がおしゃれなんだ。 おしゃれな女の子ソフィアコープだと、あと地味で真面目。いや、おしゃれですよ。昔の、昔の、昔のオシャレとだいぶ違うってことで。うん。確かに。いずれにしろ、若草物語っていうのは、アメリカ人にとっては、すごい重要な作品だと思うんですよね。それを、なんか、どう描いてのが気になる。今日知らないですけど、まだ。三月公開なので、私もすごい楽しみです。 じゃ次行きましょうかアイ選んだ理由言わなくてすいませんアイ選んだ理由どうぞネットフリックスの映画であってどれか少しだけ撮るかなと思ってまして何か撮るならまずこれああなるほど無難の部門でもありますしこのまあこの中で結構強いものだと思いますので確かにストリームの若くそ物語がもしかしたら弱いかなっていうのはやっぱり女の子の。 ものっていう、まあ女性、まあちょっと、ね。自分らのストーリーを持っていくっていうテーマのあれがですね。うんうんうん。で、あの実際にこれ、うん。 映画が公開、アメリカで公開された時に、あの男性はこんなの見ないからみたいなキャンペーン, <laughs> ン,ペーンとか。<laughs> なんかネットのね、まあ、このまあ、アカデミー賞の会員では、あ <laughs> の飼い主としは違うかもしれないですけど。はい、まあ、やっぱりこれは女の子のための映画だからみたいな見方、はい、見方をされてたりもしたので、まあ、そういう意味では。もしかしたら、あまり見られてないかな。まあ、でも、それ逆に取るかもしれないっていう感じもしますけどね。熱狂的な支持を。そう、それもあるし。女性、だって、まあ、まあ、女性の女優以外での活躍、今回本当少ない。 って言われてるのでねピックアップするとかそれぐらいしかないじゃあ次ここからはねあの技術系の話になるので結構ポンポンポンといくかもしれないですけど衣装衣装デザイン衣装、えー、若草物語ワンサポなタイミングハリウッドアイリーシュマンジョジョラビットジョーカー谷ニさん何選びましたジョーカー今井さんまあこれも適当に選んじゃったなまあジョーカーだなアイリーシュマンも良かったですね アイリスマンのポイントは年代ごとに変わるってことです。そう考えるとアイリスマン取るかもしれない。ごめん間違ってた。<laughs> 確かにいや私あのあまりわからない <laughs> これを噛んでジョジョラビットって感じなんですけど、あうん、まあやっぱり、ね、ストーリーライフも強いかなと思ったそうそうーー時代ものだからか時でジョジョラビットも昔のものだよね。だからそういったのは取りやすいしワーサポイント、ハイブともそうだし、まあ結構これ難しいですね。 うん、たださやっぱり CG とともに顔は変えたじゃんでも衣装さんは毎回揃えなきゃいけないしかもさやっぱりアリシュマンの衣装すごい数出てきて、うん、なんか、えー、とフランクっていうかあのロバート・デニロ、うん、120着とか来たとかいうのが出てましたよ、うん、でそれ考えたら撮ってもおかしくないかもしれないですああそんなにやっぱり確かにジョーカーってすごい凝ってると思うんですけど少ない数は少ないそうですねどちらとかというとアイコニックな格好をさせるっていう意味では<う>ジョーカーが一番なんですよ ただ、一人しか基本ジョーカーは彼だけの映画だから一人だしそれがすごい,ってがいるんですよ、ね、年代映画だってそのね。のっぽい感じそ、うん、そう。その辺もね、70年代後半80年代前半のニューヨーク、うん、ニューヨークじゃないけどゴーサムだけどニューヨークが舞台ってその,超そ,その時代っぽいファッションとかみんなやってるから。うん まあそれは当然だけどでもねアカデミー賞の人はねあれはコスプレだよとか言われそうでもむしろジョーカーが今年のハロウィンでどんだけコスプレの定番になったんだまあそれはそうそのの映画一般的に見て皆さんがパッとねこれ映像で思い浮かべるのがジョーカーの間違いないですけどそうですね去年の映画の「衣装オブザイヤー」を一個選ぶとしたらなんだと そうするとみんな何なんかかかわらず何か一押しの衣装と去年の。か <laughs> っていうと何かやっぱりジョー分ー感じがあとはですねえっとまあコミック映画あんまりノミネートされるけどはまあ撮れないっていうのがあって、えー、でも前に、ね「ブラックパンツァー」もこの衣装を撮ったし。うんあの コミック映画は何か撮るなら一生は分かりやすいとまあそれはあるかもしれない <laughs> <laughs> まあブラックパンサーでも結構大がかりだったけどね <laughs>、うん、まあねブラックパンサーは確か撮れましたよね、はいえー、次の、えー、カテゴリーは結構スーパーヒーローものも入ってます、えー、思考考視覚・効果賞ビジュアル・エフェクト、はいえー、ノミネートが「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」「ライオン・キング」「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け」「アイリッシュマン」えー、そして「1917」「命をかけた伝令」。 はい。谷谷さん何選びました？え、多分これサンピールあると思うんですけど、愛るしま選びました。今井さん。僕はなんか見てないけど気になるから一九一だな。うん。私ライオンキング。ライオンキング。マジっすか？ライオンキング一番なさそうじゃない？ライオンキングは一番なさそう。ないかなって思ったんですけど、一応あの映画編集者協会で受賞してます。 あのあの映画編集賞じゃないですねあのビジュアルエフェクトの賞ただその人たちってそんなに人数多くないから彼らが「ライオンキング」を評価したからといってい俳優とかが評価するとあのいっぱいいるね俳優とか監督とか評価するとかぎんないんだけど、うん、まあすごかったし「ライオンキング」再現、ね、なんか実写映画のねなんかカテゴリーをなんか、ね、崩壊させたところありますねななんだあれは実写なのか何なのか、うん、みたいな。 いいえと若返りですよ、ね、あの、うん、やっぱりみんながもう一度見たかったアルパチーノ,あのアルパチーノロバート・デ・ディニロ、えーロあいつョえジョーペシの、うんえー、若返り、うん、多分若返りっていうその技術はもう最近いろいろ進化されていろんな映画に出てきたりするんですけど、ね、ジャミニマンとかまあシャーツネガもそうですけど<う>あ,のあちこち 出てくるんですけど、一番多分みんなが見たかったのはその三人じゃないか。<laughs> まあ特にディニノとパルチパチーノだと思うので。なんか派手さが足りないかなって思ったんじゃ。アイリッシュマンとか。派手さがないんだからこそスムーズにやってるから、うん。まあなんかクバラシが面白かったんですけどねこれに関しては。なんか顔は結局 C.G. でごまかせるんだけど、体はごまかせないから。体のスーツとかに、ね、動きがねスムーズに若い頃の動きができないから大変だっていう、うん、なんか爺さんたちの話。 すごく面白かったけど、うん、またこれもさっきの話も同じくその複数の時代もあってその時代に合わせて彼らの顔の、うん、年が変わってます結構すごいと思うししかも過去だけじゃなくて未来今井さんは一まあこれは見てないから何とも言えないけどねそのワンシークエンスで描くっていうこと自体がまあ挑戦的なんで CG とかをどう使ってるのかわかんないんだけどまあなんかうまく、ね、スプライスするって感じなのかな。 どうやってんのかなって見てみたいですっていうこれも期待表みたいです確かにエンドゲームとかスカイウォーカーの夜明けとかもまあ結構撮る可能性なくはないかなってこれこそなんか派手ななんかミジェルエフェクトのなんか部門って結構派手なスーパーヒーロー映画とか撮る撮るまあ僕はヒーロー映画はあの「スター・ウォーズ・レターノー u r n o 以来撮ってないからですああそうですか、はい、83年だよああそう実際ヒーロー映画のそういったファンタジー系の映画あんま撮んないし あのむしろなんていうんですかね、えー、スコーセージのこの間のセリフみたくさネシネマじゃない,ネマじゃないよこの,このエフェクトしか何もないぞの、まあ、評価したくないかもしれないうん確かにピーター・ジャクソンとか撮ってたと思いますけどねファンタジー映画だけどいずれにしろ、まあ、僕はあのエンドゲーム実は見てないんでまだ「スター・ウォーズ」見て、うん、なんか最先端の技術っていう感覚はまずなかったよ むししろ懐かいそうですねいつもどおりのターズっていうのはいつもすごいけど今回も面白いのは設定上シス・ライトニングってさ最強の技じゃんでもあれっていつもチープだよねって初めて見た時はあんなの見たことなかったけどずっとさあれやってるとさバカみたいなレトロになっちゃいましたねレトロじゃ次作曲賞いきますノミネートが「ジョーカー1917ストーリー・オブ・マイ・ライフ」 マリッチストーリー「スカイウォーカーの夜明け」はいダニエさん何選びましたこれもうちょっと迷ったけどジョーカーにしました今井さんこれね分かんなかったから適当にストーリー・オブ・マイ・ライフにしました私も、えー、ダニエさんと一緒でジョーカーうんジョーカーこの間なんか賞を取りましたねゴールデングローブでしたっけ取りましたね、はい でもあるしあと、まあ、ジョン・ウィリアムズと若干迷うけどう今回ね「スター・ウォーズ」彼の最後って言ってますのでれそれでちょっとね彼のその、えーまあ、コーナーに入る人はいるかなと思うんですけどねそのどっちかかなと思うんだけどまあどっちか選ぶならジョーカーこれオリジナルミュージックスコアっていうのはあのライセンス曲じゃないものを対象としていてオリジナルミュージックなんですころ ライセンス曲覚えてるんですよ、うん、あのね「ロ,なんかロックンロールなんとかのとかとかあの怪談のシーンとかね、うん、ただオリジナルスコアってどこあのなんか不穏の,あの <laughs> 不穏な音なんか「ブオン」とかそういうなんか、うん、なんかあの狂気。 彼の顔がアップになった時の背景の音とが、あんまり記憶になくて、まあ別に記憶にないことがダメだとは思わないけど、このひどるグドナズっていうすごいね嫁名、すごい名前なんですよ。あんまり知らないんですけど、新人ですね。新人の方だ。新人ってかあの今までそんなに注目されてなかった女性の方。あ女性なんだ。かなり評価はされてます。あの。 評論家の間とかまあ,あの映画見ててなんか変だなって思ったところはあんまりなかったですけど逆にライセンス局の選び方はどうなのっていうのはちょっと思いましたけど、うんうん、それは多分こことは関係ないんですよ、うん、ね。 ミスター・ウォーズのもう一つの多分マイナス点となるものは、えっ、ー、と、ジョーン・ウィリアムズのスコアは素晴らしいと間違いないけど、今回、一番良かった音楽館、BGM はすべて格好、格好かっこ、かっこいや、だから、<laughs> 昔でやってるのとあんま変わんない格好で、でもなんか、ライフタイムアチーブメントみたいな感じで、最後に上げる、はい、あの、あドック・オブ・ザ・リングが最王の期間で一気に取ったみたいな感じで、ではい、ジョーン・ウィリアムズ、これまで何回も取ってるんじゃないですか。受受賞は受賞は 自称も多分だってまあ有名な音楽大体いいジョン・ウィリアムでやってるからねそうですねいやまあだから <laughs> その今ねそんなう打ち止めあえてねもう <laughs> 上げる意味あんの, <laughs> のかなって評価思われる可能性はありますねあとスカイウォーカーの夜明けの評価自体 <laughs> そういうことはあまで良いかどうかとわかんないですからはいはいじゃあ次はい、えー、次撮影はい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 はウはいはいはいンいは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  アイディッシュマン、えー、あと放題未定のライトハウス。はい。タニアさん何選びました？ワンハリー。同じくワンハリー。私一九一七。はい。タニアさん理由は。まあどっちみ行けると思うよね。一九一七でも行きそうだと思うんですけど、うんうん、まあさっき言ってた通りあのどんだけ昔のハリウッドが美しくあのうーん表現されてすでしたね、はい、あれは。そうそこ。これ撮影賞ってどういうそのなんかアチーブを 評価されているのかいまいちわかんないってこと正直ありますねでも基本的に撮影監督が管轄するところがメインですよね、うんうん、まあそうするとちょっとあのずれちゃうかもしれないけど、うん、ワーハリーはやっぱり僕が一番いいしと思ってるシーンはあのブラッドピットもまあ、ブラッドピットかなブラッドピットしか出てこないあそのやっぱり運転のところ 運転のシーンがやっぱ素晴らしいと思うんですよ。で、で,でもでもその時に素晴らしいのはあのえっ、ー、とハリウッドのところを実際に昔風のセットセットっていうかほとんどストリート作っちゃったんだよね。うんうん、で、その辺はこのサジーションに当たらないのかなって思うとえなんか難しい。スタイシュなデザインとかに入ってくるんですかね。まあともと,ともかくそのあの配分が分かんないけど、まあ映像は本当に素晴らしかったです。一九一七はやっぱりあのその一ワンショットでワン か,とかワンカットで撮ってる前編見えるっていうところが多分一番の,の、うんまあ、それ分かりやすいところですよね。あるので撮影賞にそれを達成した撮影監督ロジャー・ディンキーズにあげるっていうのが自然なのかなって思いましたね、うん、ロジャー・ディンキーズは「ブレードランナー2049」で初めて撮ったんですよねすごいベテランなんですけど今まで撮ったことがなくてそれで撮っ なので2回目いくかなとは思うなとも思いつつ1917の勢いが今すごいので撮影所いくんじゃないかと全然びっくりはしないそうですねこれはどうも強いして、ライトハウスっていうだけ日本ではまだライトハウスは白黒なんですよね白黒映画で次編集賞フィルムエディティングですねはいノミネートがアイリッシュマンジョージョラビットフォードバーサスフェラーリパラサイトジョーカーダニエルさんフォードバーサスフェラーリ パラサイト私も「パラサイト」「フォード vs. フェラリーリ」初めて見,見ました<回>見てました、うん、まだ見てない,す見てないし、うん、見てそこまで興味そこまでないですけどでもやっぱりその、まあ、アメリカのア,カアメリカの、えー、であるアカデミーがアメリカのフォードを応援してフェラリーその戦いには興味みんな持つと思うしあとはエディティングの話なんですね、うん、編集でまあ基本レース映画なので エキサイティングの編集大事でしょっていうみた、うん、いな聞いたあのー、<laughs> 見ましたすごいすごい面白かったですあ,あのうん多分編集が大事な映画なの確かでこの話って基本的にはあのほとんどフォード側の話でうん、うん、そのその技術者たちが困ってるのに重役がなんかあんまり何してくれないっていうなんかね多分か見てないけど感想だけであの印象だけで言うと多分シンゴジラみたいななおそらくなんか編集をやってるんじゃないかと思ってる。 つまりここで何かが起こった何か起こったみたいなことそうでもなかった結構レースシーンがめっちゃあレースシーン何分ぐらいあったんですかほとんどレースシーンじゃないっていうのは言い過ぎなんですけどまあかなり多かったですでもレースシーンが映った後にそのピットのシーンとかが入ったりするんじゃないの合間にピットのシーンピットってそのピットエンジニアたちのシーンみたいなあエンジニアのシーンが割と結構少なめであ、そうなんだそれが多分ねあのクリティシズムの一ちょっとにはなったと思うんですけどなるほどねまあ はいずれにしてもフォード・フェラーリは気になる存在ですが、まあ、僕は「パラサイト」に言えまして「パラサイト」は普通に編集すごい褒められてますし、うん、まあ実際に超うまい。 と思いますあの有名なシーンはあの最初の方であのオーシャンズイレブン・イームのねゲームのところはすばらしいってことこですねも一緒です。あとアメリカの編集者協会でパラサイトとジョ,ジョジョラビットが撮ってたんでそのどっちかだったらパラサイトかなと思ってパラサイトにしましたはい、はい、じゃあ次いきますかわれ我々が最後に、えー、この番組の中で取り上げるのは最後です、えー、美術賞プロダクションデザインですね、はいえー、パラサイトワンサポナットワンハリーアイリッシュマン1917ジョジョラビット ダニエルさん選んだのは,はい、はい、今井さんこれ僕曲がりにあげたい気もするけどパラサイトも素晴らしいのでパラサイトで私もパラサイトです傑作ハウスですよねそう,そうそうそうあれ一から一から一か,から作ったんだよあこに住みたいよリッチなねリッチな富裕層の方の家すっごいおしゃれな<う> <laughs> ていうかまあすごい素敵なんですけどそれをなんとこの映画のために作ったとうそ,うそうなんだなんでやっぱそこは評価せざるを得ない まあワンハリはね、ハリウッドを作った、昔のハリウッドを作りました。うんうん。あのセットみたいなのも良かったよね。あの劇中の中であの映画撮ってるじゃないですか。ブラッドピットがね。その時もその西部劇のウエスタンのセット作ってる。あそっか確かに。あの辺いっぱいやいっぱいあるのかもしれないですね。いろんな種類も入ってる。確かにパラサイトは確かにまあ大きいと半地下のっていうのもありますけどね。うん。その二つ確かに違うです。はい。はい。 で我々番組の中で語るのは以上ということになりますね。はい、残り読分もあるんですが、まあそれはちょっとね細かいショーなのでここでは語りませんが、えー、選んではいるっていう。はい。に公開される。そうですね。公開しましょう。はい、我々の選択肢公開しておきますので、はい、あと先ほど言いましたが皆さんも参加できる明る、はいアカデミッシー予想となってますので、うん、ぜひ皆さん振るってご参加ください。 ムビチケはいムビチケがペア分当たる、ペア,ペア分2人分当たりますの連れて行く人いなければ私首相に来ますので一緒に一緒に3月迷惑なるけどはい同行しますということではい、はい、ということでアカデミー賞の予想してきましたどうなりますかね、うんえー、アカデミー賞は2月10日日本時間2月10日ですのでちょうどその時間帯、えー 私と今は、ね、飛,行飛行機乗ってるんですよ。飛行機ですか。はい、あの <laughs> 台北から。うん、私は多分ね生で見て、で、あのチャンタイジンのジャパン、あのその当日はニュース更新しますので、ぜひその辺も楽しみにしてていただければと思います。で、来週の銀幕はこれの結果発表あります。あ、そう。そうですね。あの明るいミー賞ョンの投票を受けてどうだったのかっていう結果発表したいと思いますので、はい、前編後編みたいな感じですね。ぜひそちらの方もチェックしてください。うん、はい。 ということで今週の銀幕にポップコーンはここまでにしたいと思います、はい、皆さんご視聴ありがとうございましたありがとうございます